猫と海ね。なるほど。ん？あ、起きちゃった？僕？本を読んでたんだけど。あ、もしかして明るかった？ごめん、今消す。袖を掴んだら消せないよ。明るいとかじゃないの？じゃあ何？はっきり言ってくれないとわからないんだけど。って、お前、泣いてるの？僕、何か気に障ることでも言った？って、違うの？え、夢？怖い夢見ただけで泣いちゃうなんて、お前はお子様だね。ん？何ムキになってるの？僕はお子様みたいで可愛いって言ってるんだけど。はいはい。わかりにくくてごめんね。ほら、こっちにおいで。抱っこしてあげるから。どうしたの？ぼさっとしてないで、早くおいで。恥ずかしい？隣で寝るのも抱っこするのも同じだと思うけど、何が違うっていうの？お前は僕に抱っこされたくないの？されたいの？どっち？早くこっちに来ないと。抱っこしてあげないよ。来たね。でも残念でした。時間切れ。僕の抱っこは締め切っちゃったよ。いい反応。もちろん、からかってたに決まってるでしょ。だって、僕の腕の中は最初から、お前のものだから、締め切るも何もないしね。焦ったお前、可愛かったよ。からかうたびにいろんな表情が見られて、楽しい。でも、今はこれくらいにしておくよ。お前の見た怖い夢、僕が全部忘れさせないといけないからね。